本日のメインイベント日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー104番の4分の3野口ジム所属日本ミニマム級チャンピオン鈴木誠。世界挑戦への扉を開くか日本ミニマム級チャンピオン鈴木誠。青コーナー挑戦者104番の2分の1横浜光ジム所属日本ミニマム級1位飯田豊。14戦して12勝2分け未だ負けはありません。日本ミニマム級1位飯田豊チャレンジャーです。2001年度第22回目を迎えましたチャンピオンカーニバルです。その幕開けとなる一戦が今日のこの日本ミニマム級のタイトルマッチです。チャレンジャー新田豊はここまで負けを知りません。引き分けを2つ挟んで破竹の12連勝です。名実ともに最強のチャレンジャーを迎えました。画面右側日本ミニマム級のチャンピオン鈴木誠です。世界を視野にすでに入れています。鈴木はあくまでもこの防衛戦日本タイトルは世界への通過点に過ぎないと語りました。世界へのステップアップを目論む鈴木誠4度目の防衛戦。今第1ラウンドのゴングが後楽園ホールにかき鳴らされました。まずは見ていくか赤いトランクスチャンピオンの鈴木誠対する黒いトランクスチャレンジャーの新田豊。非常に慎重な出だし、まずは左のジャブ一つつきました新田豊です。意外に青田さん静かな出方ですね。まだお互いに出したジャブは一つずつ。ミニマム級のタイトルマッチ最強いきなり激しくなった。正の状態から一気に緊張が弾け飛ぶかのような両者の右のフックの交錯です。さて八田さん、このチャンピオンはもうおそらく世界戦というのを頭の中に入れての今日の4度目の防衛戦だと思うんですが、はい、しかし相手がなんと14戦12勝に分け未だ負けがないというチャレンジャー。そうですね、強敵となりました。これはという強い選手とやってないですからね、まだね。あー、新田選手、はい、左から右踏み込んでいきます。目が離せません。タイトルバッチこの選手のいいところはね、今の左のフック、はい、それとジャブを打つんですよ ね、はい、ね左をよく使いますよね。非常に左一本と言いますか、チャンピオンの言葉を借りますとこう左だけで勝ち上がってきたようなそんな印象が僕は思ってるんですかと話していましたが、はい、非常に左がうまいチャレンジャーの新田豊。しかし、まあ、キャリアという点では八田さんチャンピオンの方に1枚も2枚もという感じがしますが、はい、今のね、はい、鈴木君のね、はい、この、の状態というのはね、もう今チャレンジャーの方 の左フックね、はい、あれでもってね、気をつけようと思ったはずですよ。あ、そうですか、これでもって緊張していい試合になるんじゃないですかね、非常にまだまだパンチ数が少ない、数えるほどしか打っていません。左のストレートボディに伸ばしていきましたチャレンジャーの新田です。新田です。少しずつ両優動き始めたか。左のフックはチャンピオン、チャンピオンの穴畳みかける回転の速い左右の連打は定評があります。目が離せません。まだ出方を伺っている形か。少しずつ手数は出てきていますが、上体を振ったチャレンジャーに右を伸ばしていきましたチャンピオンの鈴木誠。左ラッパーから右ラッパーチャンピオンです。左のストレート、これは静かな立ち上がりを仕掛けていったのは矢部さんチャンピオンの方なんですか。そうですね、左のボディこれダブルです。チャレンジャーの左の服がボディを捉えました。トリプルです今ね、もう一発ありましたか、3発ですか。3発ですね。あの左はチャンピオンも要注意、十分頭の中に入って警戒しています。第1ラウンドあっという間に時間が過ぎていきます。残りは10秒です。水を打ったように静まり返っています後楽園ホール。予想外の静かな幕開けということになりました。ミニマム級のタイトルマッチです。第1ラウンド終了しました。放送席、和田さんは10対10イーブンという両者の立ち上がりです。
赤コーナーが日本ミニマム級のチャンピオン鈴木誠野口ジムです。1972年生まれの28歳です。戦績は19戦して12勝5敗2分け、ノックアウト勝ちは7つを数えています。対するチャレンジャーランキング1位です。新井大とか横浜光ジムです。同じジムにはあの世界チャンピオン畠山貴則選手がいます。1978年生まれの22歳です。戦績は14戦して12勝2分け 6KO、 未だ黒星を知りません。チャンピオンカーニバル、その2001年幕開けの試合、非常に緊張感の伴った立ち上がりということになりました。名実ともに最強のチャレンジャーを迎えています、チャンピオンの鈴木誠。ラウンド2、日本ミニマム級のチャンピオン鈴木誠の防衛戦第2ラウンドです。鈴木誠は平成5年の5月のデビュー、まもなく8年目を迎えます。思えばこの人の立ち上がりはデビュー戦は1ラウンド KO 負けでスタートしました。その鈴木が日本タイトルをもぎ取り、そしてあと少しで世界挑戦への扉が開かれようかというところまで上り詰めてきました。1ラウンドはね、はい、お互いにこう見てもね、様子を見るのはいいんですけど、左右のフットボディー、2ラウンドチャレンジャーのパンチですからはですね、やはり、あの挑戦者がね、はい、もうあのどんどんやっぱり行く方が本当はいいんだけどね、なんか逆になってますよね。鈴木君の方が行ってね、はい、挑戦者がこう受けてるような感じですよね。まあ、引き分けではベルトは取れませんからね。そうですね。チャンピオンが仕掛けていきます。おちょっと不敵な表情といいますか態度といいますか、相手を挑発するような姿勢を見せましたチャレンジャーの新井。左、まあ、チャレンジャーはこの一戦にとにかく焦点を合わせてきました。スパーリングも100ラウンド以上こなしてきました。わあすごい。そしてそのスパーリングの中にはあの年末に世界チャンピオンと輝きましたミニマム級の星野慶太郎選手とのスパーリングも20ラウンドほど含まれています。世界をもぎ取った拳を相手にスパーリングを重ねてきた新井大、今日が念願のタイトル初挑戦です。チャンピオンの鈴木はこれが4度目の防衛戦、左から飛び込んでいきましたチャレンジャーの新井。左から右、新田君はね、はい、やっぱりあの俺は負けてないぞという、それが、左のトリプルです。すごくあのプラスになったと思いますよ。チャンピオンの軽い右です。森さん、はい、そのチャンピオンの鈴木サイドですが、呼吸も乱れてなく汗もほとんどまだかいていません、はい、で静かな立ち上がりに関しては、まずはチャレンジャーの左を確かめてこいという指示が出ていたそうです、はい、なるほど。チャンピオンサイドは竹下洋平アナウンサーのリポートですが、左を確かめてこいというのは矢田さん、やはりそのチャレンジャーイコール左という図式が頭の中に相当強くあるんでしょうね。やはりチャレンジャーの左っていうのは定評がありますからね、これまでもダブルそしてトリプルという場面がまだ2ラウンド残り40秒ほど残っていますが、すでに何回か出ています。鈴木君はね、はい、すごくいいのはね、やっぱりあの打たしてね、左を打たして避けてるのがいいんですよね。打たして避けてる、あの新田君のパンチをね、左打たして避けているでしょ、あれがいいんですよ。ということは見えてるということですか、和島さん。ということはね、相手にも自信を与えまいとしてるんですよね。あ、なるほどね。肩でもどこでももらうとね、はい、相手がずしっと自信を持つんですよね。しかし相手に予想されて、なおもその上でその左で相手を捉えてこそタイトルダッシュへの道が開けます。チャレンジャーの新田、残り10秒切りました。第2ラウンド、チャンピオンが残り10秒の標識を聞いた時点で飛び込んでいきました。ここで第2ラウンド終了のゴングです。放送席和田さんはこのラウンドも10対10イーブンとしています。第3ラウンドのゴングが鳴りました。1ラウンド2ラウンド放送席和田さんは10対10のイーブン、まだ両者に差はついていません。まだ静かな状態と言ってもいいでしょう。しかしその静けさが逆に後楽園ホール緊張感を漂わせています。チャンピオンの鈴木誠はこれが4度目の防衛戦、この試合に勝てば現世界チャンピオン日本の星野慶太郎の挑戦者となり得る、その候補の一人となり得る可能性も出てきています。すでに世界への扉を見つめ始めた日本チャンピオンの鈴木誠、4度目の防衛戦、日本国内で負けるわけにはいきません。一方のチャンピオンの新井はこれがタイトル初挑戦、左のストレートボディ伸ばしていきました。今の左が
チャレンジャーのライフラインです、生命線です。森さん、はい、その新田サイドですが、はい、この静かな立ち上がり、こちらもやはり予定通りといいますか、様子を見るといった感じがそうですか、はいはい、しています。そして、やはり最初の特に1ラウンドなんかは取ったんではないかという判断をしていますね、はい、そうですか。そしてやはり左の武器に関してもっと出せとか、あと出し方についてもかなり指示を送っているようです、はい、出し方、はい、少し今八百田さんトリッキーな構えを見てていますね、何かこう誘っているようなそんな感じもするんですが、そうですよね、はい、何しろチャレンジャーサイドは100ラウンドにも及ぶスパーリングをこなしてきています。この鈴木誠戦も非常に前々から焦点定めてこの試合に臨んできた、綿密な設計図を引いてこのタイトルマッチに挑んできた、そう言ってもいいかもしれません。チャレンジャーサイド横浜光ジムの新田豊、飛び込んで左のボディです。チャンピオンの鈴木誠のパンチ、こうして見てるとね、はい、新田君のこのなんていうのが雰囲気といいますかね、ちょっとなんか怖いものがありますね、何かこう、独特のものがありますよね、はい、なんかこう相手にこう威圧を与えるようなね、鈴木君は動かざるを得なく動いてるのかなって思いたくなるような、はい、そのぐらい威圧がありますよね、飛び込んで左アッパーから右のストレートを伸ばしていったチャンプ、何かこう和島さん静かなんですけれども、緊張感がすごいんですよね、打てないというんじゃなくてわざと打たないといった、そんな感想があるんですけどもね、なんか来いよ来いよ来いよって言ってる感じですよね、はい、時折ガードを低く下ろしてチャンピオンを調和するような、今も左の拳をスズッと振っています。チャレンジャーの新田、右のストレートいきなり右を離しました、左チャレンジャーの左です、左のフックかけてきた、今度は右のフックです、上から打ち下ろすようなチャレンジャー新田の右、また左のガード、非常に独特のトリッキーな構えを見せています。左のジャブ、右をね、うんと見せておいて、はい、やはり左っていう感じあるんですよね、はい、すごくね、シャープな感じですよね、もう左をこう振っておいて右打ったりね、はい、なかなか駆け引きですよね、まあ、オーソドックススタイルなんですが、矢田さん、チャレンジャーはフィニッシュも左という場面が非常に多いみたいですね、そうですね、左で組み立て左で試合を終わらせる、そういった展開が多いチャレンジャーの新田、そして時折放つあの右がチャンピオンの目をくらませます、左のフック、こめかみに入りました。第3ラウンド終了のゴングです。まだ放送席、矢田さん差がつきません。10対10のイーブンです。ミニマム級の10回戦タイトルマッチ第4ラウンドのゴングが鳴らされました。 1,2,3 ラウンドまだ静か、そして放送席、矢田さんも左のフック、左のフック、チャレンジャーの左のフックです。チャンピオンもそれに応じるか、一気に長く増えました、左から右激しいストレート、チャレンジャーです、チャレンジャーです、チャンピオンが前のめりになった、クリンチで絡みついていったのはむしろチャンピオンの方か、右のストレート伸ばしていきました、チャレンジャーの新田です。チャレンジャーが仕掛ける、チャレンジャーが仕掛ける、チャンピオンは左のジャブで応戦します。世界戦へのその視野を見つめているチャンピオンの鈴木誠、タイトル初挑戦チャレンジャーの新田、チャンピオンの右のフックです。ガードを固めた左のラブから右のフックコンビネーションを見せます、回転の速いフックのコンビネーション、チャレンジャーの新田、左のアッパーから左のフックは顔面へ持ってきました。鈴木君もね、はい、そこもう少しこう柔らかく状態ちょっと硬いですね、今日のちょっと試合硬いですね、はい、相手を意識してますかね、またノーガードです。おそらくね、鈴木君としたらね、新田君の、ね、左フックを警戒してるんですよね、あの左を振り回しています、チャレンジャーです。この表情、左のアッパーで仕込んだ、右のガードしっかり、はい、顎のところ置いてるわけですよね。今度は右のストレートを伸ばしていきました、チャンピオンは右のストレートをボディに伸ばしていきます。とにかく和島さん、はい、チャレンジャーが誘いますね。そうですね、誘えるのか誘わざるを得なくなってるのかっていうふうになった場合にまだ余裕がありますからね、あのチャレンジャーはね、チャレンジャーの新田はとにかく大振りだけは気をつけようと、ショートパンチの練習をこなしてきた、そう話していました。しかし蓋を開けてみて、これほどトリッキーな相手の誘い方をしてくるとは、あるいはチャンピオンの方も頭の中になかったかもしれません。左のジャブを放ちます鈴木、この第4ラウンドになって仕掛けていきましたが、あっと右が入ったか、チャンピオンです、チャンピオンのパンチです、ややバッティングがあったようです。残り1分を切りました。この4ラウンドの動き方は八百田さん、チャレンジャーの方が仕掛けていった状況でしょうか。特に左のダブルですね、はい、ダブルのトリプル、この辺はうまいですよね、はい、そのスピードもありましたね、ちょっとありましたね、非常に回転の速いパンチ、2発3発とコンビネーション、チャンピオンの体に叩き込んでいきました。やっぱりねスピードでもね、はい、手のスピードと体のスピードがあるんですよね、体のスピード、体のスピードが今日はねすごい、左アッパー、チャレンジャーに対しましての左アッパー、はい、チャンピオン票を使
番を奪ったのはチャレンジャーのニーダです。右のフック右のフック、しかし第4ラウンドが時間がない。まとめるかしのぐか。第4ラウンド終了のゴングです。しかしこのラウンド終盤チャレンジャーがダウンを奪いました。第4ラウンド終盤、八幡さんまさに狙いしましてでした。そうですね、ああやってね、結局ああやってフェイントかけると同じ感じなんですよね。チャンピオンの下がった左のガード、その左の顎にいきなり入ってきました。この状態から1、2、3という形、そのまっすぐ入ってきましたからね、あれが空振りしたら左フックへ変えようという感じなんですよね、はい、なるほど。左フックまで行きますから、この後左フック行きますね、あのフォローはいいんですよね、いわゆる打ちっぱなしにはなってないですか、はいはいはい、さあ大きく試合が動きました。まずはチャレンジャー新田豊が頭一つ抜け出しました。第4ラウンド終了間際、左のアッパーでチャンピオンから一つダウンを奪っています。世界戦を頭の中に叩き込んでいるチャンピオン鈴木誠、劣勢に追い込まれ始めました。第4ラウンド、あのチャレンジャーの狙いすました左アッパー一発で、果たしてこの後試合は動くのか、それともチャンピオンが巻き返すのか。ああ、この速い左です。八幡さん、今の左のジャブの使い方ですね。そうですね、あの左がチャンピオンが恐れていた必殺の左です。非常に速い左のジャブを使ってきます。左アッパー、マシマさん、はい、同じパンチ2発ですよ。そうですね、一気にいくのか、まとめていくか。まだまだこのラウンド残り時間は2分以上残っています。チャンピオンチャンスをつかん、チャレンジャーがチャンスをつかんでいます。ピンチを迎えたチャンピオン、左のアッパーです。クリンチにも行けない。右の服は大きいか小さな服、その服がチャンピオンの顔面を捉えています。チャレンジャー念願のタイトル初挑戦、そして今タイトル奪取のチャンスを迎えつつあります。チャンピオンも応戦します。リングの中央です。一転して打ち合いになりました。はい、狙いすました左のアッパー。こういう時はね、鈴木はうんと動いた方がいいですよ ね、相手のパンチをかわす、はい、相手のパンチをかわす、こっちが優先。さあチャレンジャーのチャンスが続いています。右のストレートもかいくぐったチャンピオンです。左のアッパーがチャンピオンの顔面を捉えています。ガードを固めて左のストレート、ジャブを伸ばしていくチャレンジャー、そして右を軽く左のアッパーです。あの左のアッパーで2回ダウンを奪いました。チャレンジャーの新田です。チャンピオンも左のショートフック、顎の当たりを捉えました。一旦ガードをほどきます。チャレンジャーです。残りの1分、残りは1分、第5ラウンド。第4ラウンドに続いてこの第5ラウンドもチャレンジャーがダウンを奪いました。まだガードを低くして構えています、構えています。チャレンジャーです。2回ダウンを取られました。チャンピオン迂闊に飛び込むと、またあの左のアッパーが顎の当たりを襲ってきます。チャンピオンにとってはよもやの展開ということになったでしょう。左のストレート、チャレンジャーの左です。左を制する者は世界を制す、その言葉通りチャレンジャーが縦横無尽に左を使ってきます。スイングはね、はい、やっぱりフェイントが必要ですね。フェイント、チャンピオンだけどもね、はい、一応フェイントを追い込んで、しかしコーナーからは脱出します。チャレンジャーの三田、残り10秒です。左のジャブ、チャンピオンが飛び込んで右のストレート、これはかわした。クリンチになります。レフェリーが分けます。第5ラウンド時間がありません。第4ラウンドに続いて第5ラウンドもチャレンジャーがダウンを奪いました。放送席八幡さん、もちろんこのラウンド10対8チャレンジャーのラウンドとしています。チャレンジャー新田は語りました。この試合多くの人はチャンピオン鈴木が勝つと思っていることでしょうが、しかし僕には勝つ自信があります、そうチャレンジャーははっきりと口にしました。その言葉通り第4ラウンド、そして第5ラウンド、2ラウンド続けて左のアッパーがチャンピオンを一旦マットに沈めました。さあしかしこのラウンドチャンピオンが出るか。まあ八幡さん、これで少なくともチャンピオンは4ポイント確実に劣勢に立っていることになるわけですから、これでね、鈴くんのガードがちょっと変わりましたね、はい、変わった、と言いますと今までの顎の横に行ってたんですよね、はい、右がね、
ックだあのアッパーを打たれたために少し前へ行きましたね、はい、なるほど、先ほどからね、はい、さあ今度は左のボディ新田君が左のフックを盛んにこうフェイントかけたでしょ、はい、ですからガードも少し上がったわけですよね、はい、右のガードがそこを左のアッパーなんですね、はい、この辺がうまいですね新田君があの左のアッパーです。あの左のアッパーがチャンピオンを行いましたがその打ち終わった後チャンピオンが一気に詰めました。森さん、はい、新田サイドなんですが、2度ダウンを奪いましたが、はい、まだまだここまで これから畳みかけるのではなく、はい、まだ今まで通りの攻めを続けていくということですね。あ、そうですか。そして先ほどダウンを奪った時はもうセコンド陣が一斉に立ち上がりましたね、会長は引きつけてよく見てショートでということを連呼していましたね。ショート確かにそのショートパンチというのはこの試合前チャレンジャーもキーワードとして語っていましたが今の櫻井アナウンサーからのリポートコメントを聞きますとまだ落ち着いていけという状況のようですね。及川さん、そうですね、いわゆるゴーサインというのはまだチャレンジャーサイド出ていないようです。右のストレートチャンピオンです。チャンピオンの右左フックしかしチャレンジャーも返していった。右のフックはチャレンジャーです。チャンピオンも右のフック。チャンピオンとしてはね、はい、やっぱり危険であっても打ち合いにならなきゃダメですね、どんどん今こう言ってますけどね、はい、これはいいことですね、まあ、確実にポイントは奪われてるわけですからね。そうですね、完璧ですから。またトリッキーな構え、左のガードをだらりと下げてチャンピオンを誘い込んでいますが、あの状況に不用意に飛び込んでいくと八百田さんまた左のアッパーが待ってると、それよりね、あれはね、おそらく私は考えは、はい、いや狙ってるんじゃなく、また脅かしだと思います。あ、精神的な挑発と、はいはい、右のストレートチャンピオンです。右のアッパーも放っていった。ロープで打ち決めた右のストレート、これをかわしていくチャレンジャー。ですからチャンピオンが攻めていくと必ず打たれるでしょ、さあチャレンジャーが追いつけるか。ステップワークでかわしていきます。これはチャンピオン鈴木のあごとまさに最強のチャレンジャーを迎えた形となってしまいました。だらりと下げた両腕、ノーガード戦法のチャレンジャー、精神的にもチャンピオンを挑発しています。左のアッパー、あの左のアッパー要注意。残り10秒切った第6ラウンド、だらりと下げたチャレンジャーのガード、追い詰められているのはチャンピオンです。第6ラウンド終了しました。放送席青田さんはこのラウンド初めて10対9チャンピオンのラウンドとしました。第7ラウンドを迎えます。日本ミニマム級のタイトルマッチです。第4ラウンド、そして第5ラウンド、チャレンジャーがダウンを奪っていますが、さあチャンピオンが出るか、チャンピオンが出るか。チャレンジャーは依然たまに時折ノーガードでチャンピオンを誘っています。左アッパー、左フック、チャレンジャーが止める。また左のアッパーです。あまりにも破壊力があるチャレンジャーの左のアッパー。やっぱりね、鈴木君はね、はい、あの頭、肩を振らないからなんですよね。肩を振らないから、振らない、やっぱりリズムを取らないとね、あまりにもじっと構えてるから同じパンチ食っちゃいますよね。何かこうチャレンジャーにとって打ちやすい的になってしまってる状況にもなってるんでしょうか。あそこで膝をもっと使ってね、打たないと手もたくさん出ないし強いパンチ打てませんからね。森さん、はい、そのチャンピオン鈴木サイドですが、あの2つのダウンに関してはアッパー、はい、フェイントに騙されてしまったなという見方です、はい、でこのラウンド始まる前のアドバイスとしては、自分を信用しろと、そして送り出されました、ということは今の竹下アナウンサーからのコメントのとおり、ややこう気持ちの部分でというのが岩田さん、拡散されている部分があるんでしょうね。ありますよね。普段通りの平成通りの力を出せればキャリアから言ってもおそらくチャンピオンだ、その前の過去の事例もあるでしょう。左のフック返してきたチャレンジャーです。見合ってアッパーの打ち合いです。右のフック、チャレンジャー一瞬首をかしげた、ガードを固める。左のジャブ3発から右のフック、そして左も返していったチャレンジャーです。第6ラウンドに入ってようやく八百田さんの採点でチャンピオンとしましたが、はい、その後どうですかチャンピオンの方は。いや苦しんでますよね。苦しい、はい、その苦しんでる一番の、やはり相手のパンチがありますからね、はい、打ち返されるものに対してすごいパンチを思いっきり打ってるでしょう、それもまた当たってますからね、はい、森さん、それと、はい、チャンピオンサイドからですね、自分の距離を保てと、はい、自分を信じて距離を保てという指示です。距離を保て、もう少し詰めていくという指示も出てます。あ、なるほど。おそらくね、保つより詰めていくことですよね、左だ。確かに今はあと来い来いというチャレンジャー、来い来いというチャレンジャーです。完全にこの試合立場が逆転しました。
左のジャブでチャンピオンを撹乱するチャレンジャーの新田、左のアッパーから福井、右の福井を返していったチャレンジャーです。チャンピオンのパンチは当たりません。左から右、大きなパンチです。チャレンジャーです。残り20秒、第7ラウンド。鈴木君のね、はい、膝が止まってるでしょ。全然動いてませんよ ね、 ですね、状態がね、リズム感が全く今取れてませんからね。もっとリズム感を取らないと、相手が止まった時は動いた方がいいんですよね。チャレンジャーの土俵で戦ってしまっている、そんな感じかもしれませんが、チャンピオンの鈴木、相手を捉えることができません。第7ラウンド終了のゴングです。このラウンド放送時、与田さんは10対9チャレンジャーの新田のラウンドとしました。第8ラウンドを迎えます。チャンピオンはこのラウンド以降の後半戦取らないと、八百田さん、おそらくポイント的には間違いなく苦しいでしょう。あとは挑戦者はスタミナですよね、スタミナ、走り込みに関してはもう問題ないくらいやってきた、そう話しているチャレンジャーですが、こうあまりこう打ち合って足を使って打ち合っている展開ではないので、チャレンジャーにとっては助かってるかもしれませんね。そうですね。それと思いっきり空振りがないでしょ。あ、そうですね、思いっきりの空振りがあまりね、やはり八百田さん、空振りがあるのとないのは全然違いますか。全然違いますね、さあここはチャンピオンが追いつける。右のストレートを伸ばしていきました。右のアッパーは空を切ります。第8ラウンド、新田君はね、まだ全然汗かいてないしね、右、今度は右です。今度はいいの当たったらいきますよ、この回は決めてやろうという気迫がありますよね。やって左のフックから左のストレート、ストレートは顎のあたりを捉えました。チャレンジャーのパンチです。ガードを固めた右のストレート、ボディへ、チャンピオンのパンチ、鈴木誠後ろにゆっくりと下がります。またノーガード、またノーガード、チャレンジャーです。さあ来い来いという、自らロープを背負ってチャレンジャーです。これね、2回ダウンしてるからチャンピオンいけないですよね。いけないです ね、やはりどうしてもあのチャレンジャーの拳が気になります。ステップを使ってきたチャレンジャー、左のストレート、ボディへ。森さん、この新田のノーガードについてなんですが、これは作戦というよりもやはり本人の考えといいますか、癖のようですね。なるほどね。そして左のストレートが入りました。一瞬危ないシーンがありましたが、まあ、それだけ八百田さん、このノーガードを取れるというのは気持ちの上でも余裕があるということなんでしょうか。そうでしょうね。これはダウンか、ダウンか、押してましたね、ダウンか、ダウンを取りましたが、ダウンを取った、ダウンを取った、カウントが入ります。チャンピオン奪われた3度目のダウン、チャンピオンがこの試合3度目のダウンを奪われました。意表を突かれたら形のパンチがありましたが、また1人が入った、また1人が入った、この壁のあたりをかすりました。チャレンジャー左のジャブ、相手を近寄らせません。スイッチします。右で相手を突きました。新田君は冷静ですよね、非常に冷静です。ここは逃げるか、おっと、この状態からこの距離でノーガードです。この距離でノーガード、完全に試合のペースはチャレンジャーの攻めです。チャレンジャー新田の右、面白いように自分とパンチが当たります。左のアッパーです。飛び込んで左、第8ラウンド終了しました。このラウンドもチャレンジャーがダウンを取りました。これで計3回のダウン、まあ、1回のダウンでおそらく2つのポイントは、ポイント差はついてるでしょうから、これがその今のダウンですけれども、ちょっと押し気味のダウンですけどね、こうパンチのダメージというよりもこう何かこう反動がダウンにつながってしまったという状況です。やはり少し効いてるんじゃないですか。あ、これまでのパンチですか、チャレンジャーはこの表情です。タイトル初挑戦、こちらは4度目の防衛戦、ベルトが遠のいていくチャンピオン、ベルトが徐々に近づいてくるチャレンジャーです。ラウンド第9ラウンド、チャレンジャーはここまで3回のダウンを奪っています。まだチャンピオンが取ったラウンド、確実に取ったラウンドというのはあまり見受けられませんが、
前半の3つは完全な静かな互角の攻防でした。しかしそれ以降は一方的なチャレンジャーペース。新田君がね、はい、これからもっともう一段もう二段上に行くにはね、やっぱり倒せるときは倒しておかなきゃいけませんね。そうですね、その試合でもってね、勝てばいいんだってのは僕じゃ上には行きませんね。チャレンジャーの新田はデビューから4年、平成8年の11月のデビュー、右のストレート、当初から高い資質を買われていました。評価されていたが、新田が初めて挑むこのタイトルマッチ、右のストレートはボディでチャンピオン鈴木誠。タイトルマッチですけれども、別にいつもの試合と全く意識は変わりありません、そう語っていたチャレンジャーの新田。あまりにもふてぶてしいまでのポーカーフェイス、怖いくらいまでに冷静にチャンピオンを陥れ始めています。試合は第9ラウンド、残り2分を切っています。左のアッパーは空を切ったチャレンジャーです。右のストレート、チャンピオン右のショートフック、チャンピオンです。ノーガードのところ右のストレートで飛び込んでいった、しかしこれは窮地に逃れた、左のストレート、チャンピオン。さあチャンピオンが仕掛けるか、チャンピオンが仕掛けるか、3回のダウンを奪われているチャンピオン、右のフック、チャレンジャーのパンチ、左のジャブです。近寄ろうとするとチャレンジャーの左のジャブが出てきます。先ほどセコンドからのリポートで距離感という話がありましたが、やはりチャンピオンは岩出さん、この距離だと苦しいんじゃないですか。そうですね、やはり完全に接近した方がいいんじゃないですか。向かって来いというチャレンジャー、チャンピオンのその強さを確かめるように、自分の価値を確かめるようにチャンピオンを追い詰めていきます。まもなく残り50秒、第9ラウンド、左のジャブから右のストレート、左のフック、一体どこまで余裕があるんだこのチャレンジャー。チャンピオンは右の目尻を切りました。サンドバッグ状態になりつつあります、チャンピオンです。危ない、チャンピオンが危ない、チャンスをつかんでいる。それか、それか、第9ラウンド残り30秒、右のフック、右のフック、世界への扉がどんどん閉じていきます。チャンピオンの世界への扉がゆっくりとゆっくりと閉まっていく。これはもう止めてもいいですよね。危ない状態になってきました。これはもう止めてもいいんじゃないですかね。右のフック叩き込んでいった、左のフック、チャレンジャー余裕のタイトルダッシュです。一方的な展開でした。奪った3回のダウン、そして9ラウンド、試合が止められました。念願のタイトル初挑戦、デビューから4年、ついに新田豊かベルトを巻きました。新田豊選手のテクニカルノックアウトでございます。そして新チャンピオンに輝きました、勝ちました新チャンピオン新田豊選手には勝利者賞といたしまして、イベント協賛スポンサーであります株式会社ナムコよりナムコ賞としてプレイステーション2とナムコプレイステーション2用ソフト MotoGP とセブンモールモースの騎兵隊が贈られます。鈴木誠と日本ミリモン級階級マッチ1回戦を行い、勝利を得たのでここにチャンピオンになることを認定した。2001年1月8日大南法人日本ボクシングコミッションコミッショナー選手と名簿。ようやく今チャレンジャーに笑みがこぼれました。新チャンピオンのベルトは横浜光ジム新田豊の腰に巻かれました。あまりにも一方的なペースでした。チャンピオンはこの表情です。元チャンピオンということになってしまいました。世界への挑戦を目論んでいた元チャンピオン鈴木誠、しかしこの試合全く何もできずに新田豊の前に敗れ去りました。新チャンピオン誕生です。日本ミニマム級新チャンピオン新田豊です。まもなくリング上準備ができましたら新チャンピオンの喜びの声を聞いてみたいと思います。今両者新旧のチャンピオンが健闘を称え合いました。握手を交わしました。それでは新チャンピオンとなりました横浜光ジム新田豊選手の喜びの声を聞いてみましょう。
それでは初挑戦で見事新チャンピオンに輝きました新田豊選手です。おめでとうございます。はい、よっしゃ。これでなんと無傷でチャンピオンにたどり着きました。はい、もう今回本当一生懸命練習やって、本当もう言葉で言えやらせないですね。はい、そしてやはり勝負を決めたのは得意の左でしたね。はい、ずっとこのパンチ会長と練習してましたので、はい、出てよかったと思います。さあ2001年最初の試合でチャンピオンに輝きました。これからの目標をファンの皆さんにお願いします。もちろん世界チャンピオンになりたいと思います。はい、それではその世界チャンピオンを目指して頑張ってください。新チャンピオンに輝きました新田豊選手です。おめでとうございました。それではお二方に一言ずつ話を伺いましょうか。八重田さん、この試合を振り返っていかがですか。パンチがあるっていうから怖いですね、軽量級でもね。それとね、うまくフェイントを使い、はい、ごまかしながら、自分のパンチを決めてましたね、はい、挑戦者が。和島さんはいかがですか。あのね、やっぱりあの規制をね、はい、あの早い間に規制を襲うといいますか、はい、バチバチっていくというそのね、あの新田君がね、やっぱりペースをつかもうとして何かをしなきゃ何かをしなきゃということをね、はい、初めから考えてたみたいね、はい、それがやっぱりあのどうも鈴木マソンにちょっとハマってしまったかなという感じですよね。やっぱり自分のペースにするために私は3ラウンドで6ラウンドのスタミナを使えってよく言うんですが、はい、そのぐらいね、やっぱり最初のペースをつかむというのは大事ですよね。